キログラム級の決勝が今始まりました。日本武田敦子、キューバのベグナ・ベルデシアです。世界チャンピオンに挑みます。日本の武田敦子、武田は非常に積極的な攻めの柔道をしますよね。おっと、またこれは袖釣り込み腰、袖釣り込み腰のオンパレードですね。そうですね、分かっていてもという感じなんでしょうが、今のもタイミングがあって危なかったですね、はい、一瞬ヒヤッとしました、ベルデシアは決して技の種類は豊富じゃないですけどね、組んでからの 技が早いんですね、はい、武田敦子、大外刈りいきます。果敢に攻めます。とにかくもう武田はいわば負けてもともとですからね、相手はもう確たる世界チャンピオンですから、チャレンジャーの気持ちですね、はいはい、どんどん攻めることですね、はい、向かっていってほしいですね、まあ、攻めていってその一瞬の隙を突かれるというか、はい、カウンターでもし返し技で敗れてももう仕方ないぐらいの気持ちでいいでしょう、はい、さあボロテガリ豪快と有効、そして抑え込み入りました。世界チャンピオンの力をまざまざと見せつけました。抑え込みが入っています。早かったですね、早かったですね、ボロテガリ1.1 メーターぐらい上がったでしょう。抱え上げましたね、一瞬にして高々上げて 2,3 メートル進みましたからね、はい、いや私は思わず1本かと思いました、2つ目、私も1本かと思いましたね、背中から落ちたと思ったんですがね。25秒です。いわゆる強さがあって速さがあってね、背中から落ちたんですが1本にはなりませんでした。これで30秒抑え込みです。いや嬉しそうですね。レグナ・ベルデシアがこれほどまでにその歓喜の表情を見せるっていうのも今まであまり見たことないんですが、それだけに自分の本当に思い通りの柔道ができたという、そうですね、証なんでしょう。いや驚きましたね、それやっぱこの大会かける気持ちが強かったんじゃないですか、はい、私の柔道は前に出て思い切り攻撃する柔道であると自己 PR の欄に書いてくれた武田敦子選手だったんですが、全く自分の柔道をさせてもらえませんでした。いや改めて世界チャンピオンの偉大さを感じました。放送席、はい、服部さん、52キロ級2年連続3回目の優勝です。キューバのレグナ・ベルデシア選手です。優勝おめでとうございます。この大会で改めてこう敵はいないなというのを印象づきましたが、いかがですか。Una vez más, hemos visto de que tú no tienes rival. ¿Qué te parece? Bueno, para mí es tremenda impresión, ya que me hace sentir que estoy preparada, preparándome bien fuerte para el campeonato del mundo, volver a repetir ser campeona mundial. とにかく来年のですね、世界選手権に向けて、絶対負けられないという気持ちで臨みました。スピードに加えて今年はさらにパワーがかなりついたなという感じがしたんですが、その源は一体何なんでしょうか。Bueno, entonces este año vienes con más fuerza física, aún más. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Bueno, mi secreto, eso es personal y espero sacarlo en el campeonato del mundo, que es lo más esperado por mí.まあ、とにかく自分自身の努力だと思いますので、さらにそれを世界選手権で高めていきたいと思っております。これからの活躍を期待しております。52キロ級キューバのレグナ・ベルデシア選手でした。このベルデシアはバルセロナオリンピックから52キロに上げたんですよ。そうですね。で1年でもう世界チャンピオンでしょ、はい、これは大変な選手ですよね。そうですね。しかし山下さん、今日のフェアウェルパーティーでは相当このベルデシア華やかに装いそうな感じですね。見事に3連覇としました。